板橋区子ども政策課指導検査係です。この動画では、令和6年度認可外保育施設集団指導居宅訪問型保育事業、虐待等、事故防止編について、スライドの資料に沿って説明します。虐待等、事故防止編では、虐待と疑われる事案の発生防止、誤睡中の事故防止、食事中の事故の発生防止、屋外保育時の事故発生防止、保育の環境設定、以上5項目について説明します。それでは、一つ目のテーマである虐待と疑われる事案の発生防止について説明します。本テーマでは、令和5年5月に子ども家庭庁から示された、保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインから引用し、虐待等の考え方について説明させていただきます。まず、ガイドラインでは虐待等の行為類型を、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、このほか、子どもの心身に有害な影響を与える行為に分類して整理しています。これより、各類型について、詳しく説明いたします。まず、身体的虐待について、説明いたします。ガイドラインでは、スライドに示す行動を虐待の具体例として挙げておりますので、一通り読み上げさせていただきます。首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ釣りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に締め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせる恐れのある行為、及び、意図的に子供を病気にさせる行為、また、打撲傷、あざ、内出血、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺し傷など外見的に明らかな障害を生じさせる行為などが挙げられています。次に、性的虐待について、説明いたします。先ほどと同じく、ガイドラインでは、スライドに示す行動を虐待の具体例として挙げておりますので、一通り読み上げさせていただきます。下着のままで放置する、必要のない場面で裸や下着の状態にする、子供の性器を触る、または、子供に性器を触らせる性的行為、性器を見せる、本人の前でわいせつな言葉を発する、または会話する、性的な話を強要する、無理やり聞かせる、無理やり話しさせる、子供への性交、性的暴行、性的行為の強要、強さを行う、ポルノグラフィーの被写体などを強要する、またはポルノグラフィーを見せるなどが挙げられています。次に、ネグレクトについて、説明いたします。先ほどと同じく、ガイドラインでは、スライドに示す行動を虐待の具体例として挙げておりますので、一通り読み上げさせていただきます。子どもの健康、安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩している子どもに必要な看護等を行わない、子どもを故意に車の中に放置するなど。子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない、愛情遮断など、おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにするなど、泣き続ける子供に長時間関わらず放置する、視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションを取らず保育を行う、適切な食事を与えない、別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す、虐待等を行う他の保育士、保育教諭などの第三者、他の子供による身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する、他の職員等が子供に対し不適切な指導を行っている状況を放置する、その他職務上の義務を著しく怠ることなどが挙げられています。最後に、心理的虐待について説明いたします。先ほどと同じく、ガイドラインでは、スライドに示す行動を虐待の具体例として挙げておりますので、一通り読み上げさせていただきます。言葉や態度による脅かし、脅迫を行うなど、他の子供とは著しく差別的な扱いをする。
子供を無視したり、拒否的な態度を示したりする。子供の心を傷つけることを繰り返し言うなど、例えば、日常的にからかう、バカアホなど侮蔑的なことを言う。子供の失敗を執拗に責める。子供の自尊心を傷つけるような言動を行うなど、例えば、食べこぼしなどを嘲笑する。どうしてこんなことができないのなどという、子供の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てる。他の子供と接触させないなどの孤立的な扱いを行う。感情のままに、大声で指示したり、叱責したりするなどが挙げられています。続きまして、虐待と疑われる事案について説明いたします。本テーマについては、ガイドラインに考え方が整理されていますので、一通り読み上げさせていただきます。不適切な保育の中には虐待等が含まれ得るものであり、不適切な保育自体が未然防止や改善を要するものであるとして、必要な対応を講じていく必要があります。また、子供の人権擁護の観点から望ましいと考えられる関わりができているかどうかといった、より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返り等の取り組みは、不適切な保育や虐待等そのものへの対応とは峻別して、各保育所や自治体において取り組まれるべきものである。ただし、例えば、本人は子供への親しみを表しているつもりの行為で、振り返りの中で改善が図られていくべきものであっても、それが繰り返されるうちに問題が深刻化し、不適切な保育や虐待等につながることが考えられることから、日々の保育実践の振り返り等の取り組みと、不適切な保育や虐待等への対応は密接に関連することにも留意が必要である。重要なのは、日々の保育実践において、より良い保育に向けた振り返りが実施され、改善につながる一連の流れができていることである。以上のようにガイドラインで述べられています。繰り返しますが、虐待等と疑われる事案、いわゆる不適切保育の中に虐待等が含まれ得ますので、日々、自身の保育を振り返り、虐待等の発生防止に努めるようお願いいたします。続きまして、二つ目のテーマである、誤炊事の事故防止について説明します。本テーマに関しては、令和元年8月5日に、板橋区保育施設等における事故検証委員会が策定した、認可保育施設における誤炊中の死亡事例に関する検証報告書に明記されている事業者、および保育施設に対する提言の内容を説明します。まず、誤炊時の保育に関する提言についてです。うつ伏せ寝の危険性など睡眠時における必要な知識を再認識し、睡眠時の呼吸等の確認については、国のガイドラインや事業者のマニュアル等に則って適切に行うようにお願いします。具体的にはこれから申し上げることを守ってください。うつ伏せ寝の危険性を認識し、医師等が仰向け寝以外を推奨する場合を除いては仰向け寝を徹底すること。寝返りが困難な乳児は、うつ伏せ寝による窒息などの異常発生時に自力で体勢を変えることが困難となる可能性もあるため、固めの寝具を使用するなど、寝具の安全性にも配慮し、日頃の点検を怠らないこと。タオルやぬいぐるみ等は、子供の口を塞ぎ、窒息の要因となる可能性があることから、誤炊時に顔の周りには置かないよう徹底すること。保育従事者は、事業者が定めたマニュアル等が子供の命を守るものだと認識し、遵守すること。誤炊事の保育に関する提言を続けます。重大事故が発生しやすい睡眠中の保育について、その寝かしつけ方や日頃の様子などについては、十分に家庭と連携を図ってください。喫食状況や健康状態と同様に、誤炊の状況に関しても保育士と保護者との間での情報共有を綿密にしてください。また、保護者から提供された情報は保育従事者間においても十分に共有するようにお願いします。次に、誤炊チェック表について説明します。誤炊時の事故を防ぐために、誤炊チェック表を作成するようにしてください。誤炊チェックは、例、1歳児は5分ごと、2歳児は10分ごと、3歳児以上は15分ごとを目安に行い、その様子を記録してください。
重大事故が発生しやすい誤睡中においては、特に、保育従事者が園児の身体の状態を細かく観察し、疾病や異常を早く発見し、発見したら、速やかに適切な対応を行う必要があります。観察にあたっては、園児の機嫌、顔色、皮膚の状態、体温、泣き声、全身症状など様々な視点から行ってください。次に、重大事故発生時の適切な対応に関する提言です。重大事故発生時の対応マニュアルを作成し、マニュアルに基づいた訓練を実施するようにしてください。事業者は、重大事故の発生時はもとより、事故発生後の対応を含むマニュアルを作成し、あらかじめ職種や職員数に応じた役割分担を決めておくことが重要です。保育従事者は、重大事故発生時に決められた役割を果たせるよう、役割分担に応じた実践的な訓練を繰り返し行うようにしてください。また、そもそも事故が起きることを防ぐために、ヒヤリハット帽を作成し、活用するようにしてください。続きまして、三つ目のテーマである食事中の事故、誤嚥および窒息の発生防止について説明します。食事中の事故を防ぐためには、適切な献立内容、調理方法に沿った食事を提供することが重要です。具体的には、献立には、給与栄養量、素材等を記入すること。乳児及び1歳以上3歳未満児の給食は、食材量の選定、調理方法等に配慮すること。誤嚥等による窒息のリスクとなるものを除去すること。食物アレルギー、障害のある子ども等については、一人一人の子どもの心身の状況に応じた献立を作成することを心がけてください。また、児童の状況に応じた配慮を欠かさないようにしてください。特にアレルギー対策が重要です。アレルギーに関する事故は児童の生命に直結する事態を招きかねませんので、児童の年齢を問わず万全の対応が求められます。かかりつけ医の指示や保護者とも協力して適切に対応してください。続いて、過去に起きてしまった食事中の事故についてお話しします。一つ目の事例は、認可保育園で起きた事故で、該当児童は1歳でした。この保育所では、苦手な食材を少しでも食べられるようになってもらいたいため、好きな食材と苦手な食材を交互に与えていたようです。事故当日、児童に苦手なリンゴから食べさせました。途中、口からリンゴを出してしまったため、おかずと一緒に食べさせました。その後、パンとリンゴを口に入れたら、パンのみを食べたため、口の端にあったリンゴを中央に持ってきて、その後ハンバーグを口に入れた時に泣き始め、体をのけぞらせるようにして嫌がる素振りをした直後に詰まらせてしまいました。保育士が異変に気づき、当該児童を抱えて背中を叩き、口に指を入れようとしましたが、口は開きませんでした。119番通報し、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。二つ目の事例は、認定こども園での事故で、該当児童は1歳でした。該当児童は、普段より熱が高めとのことでと誤嚥しました。朝のおやつで牛乳、個包装のチーズを配膳しました。そばについた保育士が銀紙を取り去って、個包装のチーズを園児に手渡しました。園児はそれを一口で口に入れたため、保育士が咀嚼の様子や口の中を確認していました。しばらくすると児童が泣き出し、詰まらせた様子が見られたため、保育士が背中を叩き、看護師が口の中に手を入れるが取れませんでした。その後、顔面蒼白、チアノーゼになり、反応が薄くなります。すぐに119番通報。その後、心臓マッサージと人工呼吸を行っていたところ、児童の意識が戻り、手足をさすりながら呼びかけると目を開けて泣き声を上げました。その後病院に搬送されました。他にヒヤリハット事例についてもお伝えします。一つ目は、飴の誤飲についての事例です。該当児童は5歳でした。飴を口に入れて、直後に牛乳を飲んだところ、苦しそうに泣きました。
背中を叩いたが飴は出てこず、救急車を呼び、病院に搬送されましたが、飴を飲み込むことができ、大ごとには至りませんでした。二つ目は、イカの誤飲についての事例です。該当児童は4歳でした。イカの刺身の筋が噛み切れず、口の中と食道につながった状態になりました。飲み込めずに苦しんでいましたが、すぐに口の中のイカを引っ張りすべて取り出したため、大ごとには至りませんでした。誤嚥等による窒息のリスクとなるものの例は、平成28年3月に、国から示された教育保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインに掲載されております。こちらのスライドでその一部を紹介いたします。球状という形状が危険な食材として、プチトマトや豆類、うずらの卵、飴類、球形の個層チーズ、ぶどう、さくらんぼなどが挙げられています。また粘着性が高い食材として、餅や白玉団子、硬すぎる食材として、イカなどが挙げられています。他にも注意すべき食材が掲載されておりますので、ガイドラインを参照してください。食事中の事故防止策について、国のガイドライン等から引用して紹介します。まず、過去に誤嚥、窒息などの事故が起きた食材は、誤嚥を引き起こす可能性について保護者に説明し、極力使用しないことが望ましいです。窒息のリスクがある食材については、提供しないことが最もリスクの軽減になります。それでも提供される場合には、例えばプチトマトは必ず4等分するなどの工夫をするようにお願いします。その他、子どもの食事に関する情報、発達状況等を把握する。食事の前に当日の子どもの健康状態等を確認する。ゆっくり落ち着いて食べることができるよう、子どもの意思に合ったタイミングで食事を与える。口の中に食べ物が残っていないか注意する。子どもの口に合った量で与える。一回で多くの量を与えない。汁物などの水分を適切に与える。食事中に眠くなっていないか注意することが必要です。続きまして、四つ目のテーマである、屋外保育、散歩等の事故発生防止について説明します。まずは、屋外保育、散歩等の事故発生防止について説明します。近年、全国的に置き去り事故の事故報告が非常に増えています。保育園等の施設における事故とは事情が異なるかと思いますが、居宅訪問型保育事業におかれましても、屋外での保育を行う際には十分注意するようにお願いいたします。それでは、安全管理の取り組み例について紹介させていただきます。一つ目として、散歩の経路等について、危険箇所等の点検を行ってください。目的地や経路について、事前に安全の確認を行います。また保護者への情報提供、および共有を欠かさないようにしてください。二つ目として、必要な携行品を所持しているか、また、適切に作動するかについて確認を行ってください。携行品の例としては、救急用品、携帯電話、緊急連絡先リスト、防犯ブザー、ホイッスル、筆記用具等です。三つ目として、現地、公園等の状況確認を行ってください。構造物や植え込み等による死角の有無を確認してください。続きまして、最後のテーマである、保育の環境設定について説明します。本テーマでは、窒息の可能性のあるおもちゃ等が保育環境下に置かれないようにするための定期的な点検方法について説明します。具体的には、口に入れると咽頭部や気管が詰まるなど窒息の可能性がある大きさ、形状のおもちゃや物については、乳児のいる室内に置かないことや、手に触れない場所に置くことなどを徹底してください。また、手先を使う遊びには部品が外れない工夫をしたものを使用するとともに、その子供の行動に合わせたものを与えてください。他に、子供の誤嚥につながるものとして、紙ゴムの飾り、キーホルダー、マグネット、ビー玉や石などがあります。これらは普段から身につけている場合もあるため、これらの除去については、
保護者を含めた協力を求めてください。窒息の危険性があったおもちゃやこれまでに窒息事例があるものと、類似の形状のおもちゃ等については施設事業所内で情報を共有し、除去することが望ましいです。以上をもちまして、虐待等、事故防止編に関する説明を終了いたします。ご清聴いただきありがとうございました。